坂田久史志志郎7月昭和19年3月5日は日本の実業家、坂田インクス創業者、廃人。大中虎寺は女性、坂田博夫は孫、大浦瑞希は創村にあたる。坂田家は代々荒野の野郷で、秋国戦いで海運業を営んでいた。久史郎の父、林助は少年期に大阪へ出て、 幕府御用商の同性連署に奉公。久志史郎は大阪で生まれるが、文久元年、父の帰郷と共に4歳から広島忠の海で育つ。23歳で、広島県豊田軍役所に初期として採用される。久志史郎の次男、坂田元他、後に家業を継ぐ伊豆のうちの3人はいずれも、忠の海生まれ。明治28年退職して、広島市で銀行員となる。 翌、明治29年38歳の時、運送業を始めようと1000円持って上へ坂。大阪駅前の運送店の買取交渉を始めたが、難航。その頃、新聞インキの製造販売を知り合いに進められる。新聞事業の発展性を強く感じていたこともあって、計画を変更して、インク製造事業にかけてみようと同年、大阪球場村に、日本で、初めてとなる。 新聞陰気専業メーカー、坂田陰気製造所を創業した。明治39年、坂田商会に改称。官暦に達した、大正6年、次男の元に家業を譲って、陰居生活に入り、俳句を楽しんで余生を送った。配合は、桃飴。孫の坂田博夫は、久志志郎に顔もよく似ており、気質や文芸の才能は、久志志郎から受け継いでいると言われる。 ありがとうございます。